放送席、放送席、そして今日もたくさん詰めかけていただきましたファンの皆さん、タイガースは5連勝です。では本日のヒーローインタビューは3人ご登場ということになります。準備の方はよろしいでしょうか。まずは伊藤選手にお話を聞きたいんですが、伊藤さん聞こえますか、大丈夫ですか。はい、ではまず大前投げの方の主役、今シーズン2勝目となりました伊藤投手、おめでとうございます。まさしビッグボスファイターズの相手の今日の一戦でした。どんな準備をして、そして今日のピッチング、振り返るといかがでしたでしょうか。そうですね、日本ハムは本当に積極的に打ってくるんで、そこを警戒しながら、自分のホラーを取るっていうピッチングができたとは思います。伊藤さんは、前回一番この前が甲子園で初勝利完封でした、甲子園で3試合投げて24イニング失点が4しかありません。素晴らしい甲子園の成績ですね。ありがとうございます。甲子園のマウンドはどんなマウンドですか。そうですね、やっぱり去年よりコロナの影響でファンの方もなかなか来れないっていう状況の中で、今年はいろんなたくさんのファンの方が見に来てくれているので、その中でそういうピッチングができているのは嬉しく思います。そうなんです、去年はちょっとスタンドのファンも寂しい景色ではありましたが、今年のその満員の迫力というのはどうですか。すごくプレッシャーです。そんな中、ミュージックを重ねる中で、序盤にお隣、大山さんのすごい一発が出ました。攻撃陣、どうですか、頼りになりますか。そうですね、こう打ってくれてるので、本当に自分も投げやすい中、投げれてると思います。では、次回もピッチングに向けても一言お願いします。そうですね、次回もチームに貢献できるように頑張ります。おい、頑張れ。ありがとうございました。今度は伊藤選手に伺いました。続いてのヒーローは3日連続のお立ち台です。ゆうすけ、小山さん、ナイスホームランでした。はい、ありがとうございます。佐藤選手のタイムリーがあっての引き続きチャンス継続で、いろいろ注目を集めていました吉田投手、どんな準備をしてあの打席は向かいましたか。そうですね、目の前でやることに決めてくれたので、それに続こうと、浜崎のためにも一定でも多くと思って打席に入りました。これで6月に入ってもう5本のホームラン、打率すごいな。本日の3人ヒーローインタビュー
ウェーイ、ソヘイ。ハハハハ。